こんばんは、ナシメラです。今回ですね、ジョジョの奇妙な冒険スタートアップシューターズにやってきた降臨ガシャ SR&SSR 的中率超超アップを引いていきたいと思います。ちょっと前にですね、来た超降臨ガシャの後にやってきた降臨ガシャなんですけれども、今回はですね、新しいキャラとして空城城太郎海洋航海者がやってきました。いやー、このキャラがですね、非常になかなか面白い能力を持っていますんで、結構欲しいですよね。まあ、今回でも実は引こうと思ったのはですね、某パズルゲーでかなり心を折られましたので、そのですね、気持ちをなんとか慰めようというガシャでございます。というわけで、今回はですね、前回超降臨ガシャでだいぶ解放してしまいましたので、一回勝負という感じでいきたいと思います。この初回25個、結構サービスいいですよね。7プラス2連が25個ということで、まあ約半分ぐらいのダイヤで引けるということで、非常にありがたい。この一発勝負でいきたいと思います。狙いは、ナイフ、オラ太郎、ジー太郎、ジョースケ、海洋航海者、ジョー太郎です。では、参ります。初回一発勝負。今回はですね、SR 以上確定ではないので、青ポアもあります。青ですか？ちょっとやばいですかね？大丈夫ですか？でも青でも SSR が来る可能性はあるみたいです。おっと !R の東方涼介。前回 SR 以上確定だったので出なかった新キャラですね。これ、アビは何なんでしょうかね。はい、3コンボアタックブースト。使わないですかね。はい、オラオラ赤で、どうでしょう？あー、ダメか。これは前回散々超高人で見た東方涼介の SR。そして、どこどこ赤。ちょっと弱い。はい、R の、空城城太郎プラス1ですね。これはアタックアップですね。まあ、最近の白属性のアビ充実ぶりからすると使うことはなさそうです。そして、あらかどうだよし、来たよジョナサン&スピードワゴン。ちょっと意外なところが来ましたね。あまり、印象になかったギャラで。まあ、共闘の旅路ということで、スマッシュを回数を増やせるということで、女性主導と結構相性がいいんですよね。というわけで9枚目も SSR が確定しましたので、そこに期待したいと思います。さあどうだ？空城城太郎の R。さて次は6枚目ですね。どこどこのみ、ちょっとこれは無理ですね。はい、抜け柵のプラス1。さあ残り3枚。白の子連発で、チャカのプラス1。あと2枚。まあちょっと8枚目も厳しいかな、これだと。どこどこ青！さて、9枚目、問題の9枚目です。頼むよ。頼みますよ。オラオラ、青火花からの、オラ太郎。ありがとう。これは、ありがとう。本当に、パズドラの、パズドラって言っちゃったけど、某パズルゲーの傷が癒えました。このキャラは同時の男っていうカウンター向こうを持っている非常に強いキャラですね。まあ、単体キャラには本当に強いキャラだと思います。というわけで、こんな球体でしたね。いや、25個で引かせていただいて、本当に嬉しいですね。そして、ダメ押し。ですが、もうね、オラ太郎が出ていただいたので、もう出なくても大丈夫です。ねえな。そして、白どこで、はい、カーズのプラス1ですね。はい。というわけで、こんな感じでしたか。まあ、初回ね、25個で、なんか、手軽に引かせていただいたので、本当に引けたんですけれども、それでオラ太郎が出ていただいて、よかったです。いやー、ジョジョのガシャは本当に優しいですね。慰めていただいて、ありがとうございました。というわけでですね、今回は、2周年記念のね、後半にやってきた、空城城太郎 SSR 新登場の降臨ガシャ。SR&SSR 超超アップを引いてみました。ご視聴ありがとうございました。